アナドル大学はトルコのエスキシセヒールにある公立大学である。約2万4千人の通学学生に加え、150万人を超える遠隔教育学生がおり、世界のマンモス遠隔大学の一つに数えられる。アナドル大学は1982年、エスキシセヒールにあった4つの高等教育機関、経済小学アカデミー、建築工学アカデミー、教育学院、 および旧アナドル大学を統合して設立された。この中で最も古い経済小学アカデミーの設立が1958年であったため、この都市を現行大学の設立年と定めている。アナドル大学図書館アナドル大学の公開大学部を含む学部とその校舎のほとんどは、エスキセヒールの中心部に位置するニスメアキャンパスに置かれている。学生寮とアナドル大学病院。 主要な大学事務旨も同キャンパス内にある。きおれるキャンパスはエスキセヒール市中心部の外角にあり、体育スポーツ専門課程と工学、建築学部、それにアナドル大学飛行場を持つ民間航空専門課程が設置されている。アナドル大学はこれらのキャンパスとは別に、エスキセヒールにはポロサック職業訓練学校が、またビレジクにもビレジク職業訓練学校、 ボズック職業訓練学校を開設している。遠隔教育を受ける学生向けには、トルコの全国各地に88の事務センター、またはオフィスが置かれており、学習カウンセリングや夜間講座を提供している。アナドル大学は1981年の高等教育法に基づき、国の遠隔教育機関に指定されている。同大学では1982年の統合設立以来、 遠隔教育に注力しており、地方在住の子、アナドル大学の取り組みは、おおむね順調に推移しており、1982から1983年には3万人以下であった、学生数が2005から2006年には87万人に達し、現在では北キプロストルコ共和国や EU 各国からでも、利用可能となっている。遠隔教育では学士を取得できる4年生の、 経済学や小学コースのほか、19分野の2年生コースが用意されている。アナドル大学はトルコ文部省より、就学前の幼児、児童及び英語指導者に対する教育機関としても指定されており、これらの遠隔教育コースも提供している。ただし、英語指導者には2年間の対面教育による履修も義務付けられている。遠隔教育コースは、録画、録音による テレビ放送とラジオ放送に加え、ビデオ会議システムやインターネットを利用した様々な方法で提供されている。学生はトルコ全国に配置されているアナドル大学の遠隔センターで学習カウンセリングやオプションの夜間講座を受けることもできるようになっている。ありがとうございます。